皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。今日は、YouTube とかいろんな最近ねところで聞くオートミールについてお話ししようと思います。最近なんか YouTube とかあとInstagram とかでなんかオートミールダイエット始めましたとか、オートミール美味しいよとか、オートミールって肌にいいからとかいろんなことを聞くんですけれども、オートミールってダイエットになるよとか、栄養価がすごく高くて体にいいよっていうのをよく見るんですね。で、美味しそうなレシピいっぱい YouTube に上がってますよね。なので私もこれ美味しそうと思って見てるんですが、この動画の中でちょっと医師から見ると本当にこれどうなのっていう誤解がたくさんあったので、なので今日は皆さんが誤解しがちなオートミールの効果についてお話ししようと思いますので、最後までご覧ください。ではまず、結論から言うと、オートミールでは痩せません。はい、なのでオートミールダイエットっていうのはあんまり意味ないかなと思うんですね。ざっくり言うと、オートミールってなぜ痩せないかっていうと、そもそもオートミールってオーツ麦っていう、なんていうんですかね、小麦というか麦の一種なんですね。で、麦の一種なんですけれども、すごく栄養価が高いということなんですが、麦の一種っていうことは、要は小麦と一緒なので普通に炭水化物なんです。はい、なので皆さんここがポイントです。炭水化物ってやっぱり食べると糖質になるので太りやすいんですよ。なんですけれども、このオーツ麦、オートミールの中には炭水化物だけじゃなくて食物繊維もいっぱい入っているので、血糖値が上がりにくいとは言われていますが、とはいえこれは糖質ですから、食べ過ぎると糖質過多になっちゃいますし、あと糖質を摂ることで何か脂肪が燃焼するとかそういったことありません。なのでオートミールを食べるから栄養価が高いから何か脂肪が燃えるってことは基本的にないんですね。じゃあなんでオートミールを食べると痩せるっていうふうに言うかっていうと、それは多分ちょっと食生活が乱れて、本当に1日2杯ぐらいご飯を食べるとか、必ず外に行ったら大盛りを食べるとか、あとは行ったらあれですけど、ちょっとぽっちゃりした方がその食事の代わりにオートミールに置き換えてダイエットをするっていうんだったら痩せる可能性はありますけれども、もともと美意識が高いとか、きちんと標準体型の人がオートミールを食べることで痩せるっていうことは基本的に考えにくいと思います。なのでオートミールを食べるイコール痩せるではないんですよ。なのでここだけは誤解しないでください。じゃあオートミールって食べる意味ないのっていうと、ダイエット以外の効果は結構あります。なので実は私も食べてるんですよ。本当はこれ食べてダイエット効果があったらなおさらいいんですが、ダイエット効果は先ほど話したようにありません。なんですが、オートミールっていうのはすごい女性にとってはプラスな効果があります。その一つがまずは美肌を作ってくれることなんですよ。なので私は美肌を作るためにオートミールを食べています。なぜオートミールを食べると美肌になるかっていうと、それはポイントは2つあります。それはたっぷりの食物繊維、そしてたっぷりのミネラル分になるんです。まず食物繊維からお話ししますと、食物繊維には水溶性と不溶性といって、お水に溶けるものと溶けないものがあるんですね。その中でも特に重要なのが水溶性の食物繊維と呼ばれるものになります。なのでなんていうんですかね、ネバネバだったりそういったもの、海藻だったりに入っているんですが、この水溶性の食物繊維というのは腸内細菌の餌になってくれるんですね。この腸内細菌の餌が増えると、腸内環境が良くなるわけですよ。逆に腸内環境が悪くなるとどういうことになるかっていうと、腸内環境が悪いと、いろんな便とかが溜まりやすく便秘になったりしますよね。そうすると有毒なガスが出ます。それが腸から吸収されて肌だとかに行ってしまって肌荒れを起こすっていうことは分かってるんですよ。あとなぜかっていう因果関係はまだ解明されてないんですけど、腸内環境が整うと肌の水分量もアップするっていうデータはあります。なので腸内環境を整えることイコール美肌になることだと思ってください。で、オートミールの水溶性の食物繊維っていうのはですね、水溶性の食物繊維の中でもベータグルカンという、特にビフィズス菌や乳酸菌といって腸内細菌の中でもいい菌の合成を促してくれる作用があるんですね。ベータグルカンというのは、そのベータグルカンがオートミールの水溶性の食物繊維にはたっぷり入ってますので、これはもう便秘に悩んでいる方だったり肌荒れに悩んでいる方には絶対に食べていただきたいと思っています。そしてもう一つがミネラルです。ミネラルの中でも特に女性が必要なマグネシウムと
鉄ですね。これがもう他の、玄米だったりとか小麦だったりとかよりも圧倒的に多いんですよ。マグネシウムが低下すると肌荒れが起こるということが分かっています。なので昔は内服で取ることが難しい時にはこう皮膚に塗って経皮吸収させて肌荒れを抑えるっていう、お薬だったりとか化粧品もあるぐらいで、肌荒れをしている人は特にマグネシウムは取っていただきたいですし、厚生労働省が推奨している1日あたりのマグネシウムの摂取量っていうのは350から500なんですけれども、実は日本人っていうのは統計的に250ぐらいしか取れてないっていうふうに言われています。なので、推奨しているのが300から500なのに、平均的に取っているのが250ってことは、大体の人が 100mg ぐらいは常に不足していることになるんですよ。これが慢性的に不足することで肌荒れの原因になっているってこともあるんですね。なのでマグネシウムを手っ取り早く取るためにはオートミール、とっても効率的な食べ物になります。そしてもう一つは鉄分になります。これはもう女性だったら誰でも分かりますよね。鉄分っていうのはやはり血液を作る元になります。で、女性は月に1回ね生理があって、必ず鉄不足になりやすい。で、ただ鉄が多いものってほうれん草とかそういったイメージありますけど、意外とこのオートミールにはたっぷりの鉄分が入ってますので手軽に摂ることもできます。で、鉄分が多くなって貧血を改善できると、血流が良くなって、要は肌の新陳代謝も良くなるので、女性は肌荒れ防止のためにも鉄分をしっかり摂らなくてはいけないんです。このようにオートミールっていうのはプラスもたくさんあります。だけれども目的が違ってむやみに食べてしまったら、あれ、ダイエットのために食べてるのに気がついたら体重が増えてたっていうことにもなりかねません。なんですが、その代わり美肌だったり便秘予防っていう観点からは素晴らしい食材ではあります。特にオートミールをね使った食材というかレシピの中には、そこにナッツだったりとか、あとお肌にいいアントシアニンが入っているブルーベリーだったりとか、そういったあとクコの実だったりね、そういったもの、抗酸化作用が強いものを入れて食べること多いですよね。で、それ自体はお肌にいいですけど、それってまたカロリーも高かったり、果糖が含まれたりするので、やっぱりそれはダイエットに不向きなんですよ。なのでダイエットのためには食べるんだったらおすすめしませんが、美容を、特に美肌や便秘を改善したいという方は、ぜひ積極的にオートミールを食べるようにしてみてください。いかがでしたか？このチャンネルではこのように美容や健康について正しい知識を皆さんにお話ししているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。そしてこんなネタ使ってほしいよという方はコメント欄に書いていただくと大変励みになりますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。